東京ドームからお伝えしてまいります。読売ジャイアンツ対横浜 DeNA ベイスターズのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。エースを出しているという以上、この試合絶対に負けられませんね。エースで負けるとチームの流れが悪くなりますから、今日は絶対勝ちたいですよね。そうですね、エースの好投に期待しましょう。まずはジャイアンツのエース菅野が東京ドームのマウンドに上がります。エースの立ち上がり注目です。バッターは神里。さあ注目の立ち上がりです。最初は変化球できました。ストライクです。さあ2球目は何か。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。シュートが外に外れました。さあ勝負してくるのか。振っていきましたが三振。まず一つアウトを取りました。バッターは2番に入っている田中。菅野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。次が2球目。インサイド打ち上げました。詰まりながらもライトへ。この打球はフライになっています。ライトが取りました。ツーアウトです。打順は3番牧。ツーアウトになっています。空振りです。スピードボールを持っています。サード取った。一塁アウト。スリーアウトです。この回ベイスターズ三者凡退です。1回の裏、これからジャイアンツの攻撃が始まります。ジャイアンツはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますベイスターズはご覧のような守備陣です。ベイスターズマウンドに上がるのは先発の浜口。さあジャイアンツ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。梶谷が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。際どいコースに送ってストライク。ファウルになります。3球目打ちました。
取ってワンアウトです。バッターは2番に入っている吉川、まずはワンアウトを取っています。打ちました、取った、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。打席には3番バッター坂本、ツーアウトランナーありません。この回のジャイアンツ打線ですが早くもツーアウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。まず何を投げてくるか、初球わずかに外れてボール。まあ、このカウントは狙っているボールだけを打っていく感じですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。次が3球目、入りました。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。アウトコース打ちました。大和が掴んで3アウトです。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。2回の表ベイスターズの攻撃、バッターは4番佐野。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ里崎さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。まあバッターもまだ様子見ている段階でしょうからね。2巡目以降どうさ。インサイド落ちました、これはセンターへ抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。5番バッター宮崎、ヒットでランナーを1塁に置いています。マウンド上のピッチャーは菅野、そしてキャッチャーは大城。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。大きく変化します。得意のボールでストライクを取りました。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。3球目は何で来るか。インサイド落ちました、この打球はどうだ、切れるか、わずかに左に切れました。ファールボール、併殺狙い、インコースに攻めてきました。打ちました、これを掴み取った、ナイスプレーが飛び出しました。いいプレーが出ました、ファインプレーです。里崎さん、今のプレーご覧になっていかがですか。今のは判断が良かったですね。初球は何から入ってくるか。はい、変化球わずかに外れてボール。もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。引っ張った、サード取った、二塁を送ります。セカンドホースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。0対0、同点です。2回の裏になります。さあジャイアンツ、この回は4番から始まります。
ジャイアンツ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。インコースへ大きく外れます。切れていきます。ファウル。ワンボールツーストライクです。三振になります。ワンアウトです。バッターボックスは5番丸浜口。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。ショート取った。アウト。ツーアウト。バッターボックスは6番中島。ツーアウトランナーありません。ストレートが決まりました。宮崎、一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。点です。3回の表、7番から始まるベイスターズの攻撃。大和が打席に入ります。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で3回を迎えています。初球から行きました。スピードボールを持っています。さて、バッターボックスの大和、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、逆方向への渋いヒットは印象的な場合。痛烈、センターに抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ、一塁に先制のランナーを許しています。バッターボックスには峰井。まあ、ここはエンドランで来る可能性もあるかもしれませんね。さあ、ランナーをどう生かしてくるか。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めていく。走ってきた。キャッチャー送球して盗塁成功です。これでワンヒットで先制ですから、もう少しランナーを警戒しておきたかったですよね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。はい、そうですよね。まあ、バッテリーにとっては頭が痛いところですけどね。そうですね。さあ、ここをしのいでいけるか。牽制、二塁セーフ。これが3球目。打ちました。吉川、一塁送球、アウト。ワンアウト。さあ、打席には先発の浜口が入っています。まあ、ここは自分を助ける意味でもタイムリーを狙っていってほしいですね。そうですね。さあ、一打先制という場面を迎えています。まずはボールから入りました。ここは三振を取りたいですよね。なるほど。さあ、どういうリードをしてくるのか。さあ、3球目は何か。低め、絶妙のコースに決めてきます。里崎さん、三振を狙うリードというのはあるんですか。まあ、ピッチャーにもよりますけど、空振りを取れるような球威と精度の持ち球があれば、それをフィニッシュとして組み立てたいですよね。なるほど。さあ、ここは三振を狙っていくんでしょうか。ここはストレートで勝負ですよね。空振り三振。ここは投げ勝ちました。
これで犠牲フライがなくなってだいぶ楽になりましたね。はい、三振で2アウトとなっています。初球から際どいコースをついてきます。これもインサイド。菅野、厳しいコースを攻めてこれで追い込みます。打ちました。これはショートライナー。先制のチャンスがあったベイスターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか？そうですね、主導権を、ね、早めに取りたいですよね。さあ、どちらがその主導権握るんでしょうか？インコース打ちました。いい当たり。セカンドの右抜ける。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。8番バッターはキャッチャー大城。ヒットでランナーを一塁に置いています。最初は変化球できました。中途半端。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。落ちる球見逃してストライクです。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。変化球ボールになります。打った。これはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。ヒットになった。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。さあ、一塁に先制のランナーを置いています。そして打席にはピッチャーという場面です。まあ、バントでいい場面ですね。はい、さあ送ってくるか。送ります。浜口一塁送球。ツーアウトになりました。送りバント成功。ツーアウトランナー二塁。さあ、ジャイアンツ一打先制のチャンスです。まあ、やはり先制点を取れると気持ちも楽になりますからね。なるほど、そうですね。さあ、どのような攻防を見せてくるのか。初球打ち、弾き返した打球は右中間へ。神里が抑えて3アウトチェンジです。先制のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。3回終わって0対0同点です。里崎さん、さすがエース、立ち上がりしっかりと0点で抑えてきましたね。まあ、そうですね、立ち上がりを含めて序盤はさすがという投球内容でしたね。そうですね、このゼロ更新どこまで続けることができるんでしょうか。縦の変化球を持ってきました。3球目外れました。高め空振り。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。
見逃して三振になります。ワンアウトです。打順は3番牧。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。菅野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。打球が飛んでいる。わずかに左に切れました。ファールボール。キレのあるいいボールでしたね。アウトローの変化球、キレがあります。ワンボールツーストライクです。見逃して三振です。バッターボックスには4番佐野。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。枠いっぱいに決めてきました。ストライクです。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。ショートが構えます。坂本が抑えて3アウトチェンジです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。0対0、両チームまだ無得点です。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。打席には2番バッター吉川。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える4回の攻撃です。さあゲームは両ピッチャーの好投でまだ得点が入っていません。西さん、緊迫したゲーム展開なんですが、こういった時のバッターの心理状態はどんなもの？インサイド落ちました。わずかに右に切れました。ファールボール。これは低いところに持ってきました。まあ、ここは際どいところも当てていかないといけませんね。いい当たり、破りました。センター前、先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。打席には3番バッター坂本。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。まあ向こうは閉鎖線を狙ってると思う。インサイド落ちました。さあどうだ、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁二塁です。さあそして打席には岡本が入ります。さあ一打先制のチャンス。まあこの辺りで均衡破り一撃が欲しいですよね。なるほど、そうですね。内野はバックホーム体制ですね。とにかく得点は許さないつもりですね。そのようですね。里崎さん、犠牲フライを防ぐよう。低め打った、ショート取った、一塁アウト。ランナー三塁二塁はそのままです。さあそしてバッターボックスには丸が入っています。まあジャイアンツとしてはここで得点して試合の流れをつかみたいですよね。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあこの先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、そうですよね。ここは少なくとも犠牲フライは打たないといけないですね。そうですね。ここは内野は前進守備ですね。
まあ、バックホームを最優先に考えているんでしょうね。そのようです。変化球打った、ショート正面、抑えた、一塁アウト、ランナーは変わらず三塁二塁です。ここはつなげておきたかったんですけどね、まあ、まだチャンスは続いていますんで、なんとか得点につなげていきたいですね。そうですよね。さあ、このチャンスでバッターボックスには6番の中島が入っています。チェンジアップを振らされました。ここはあっという間に追い込んでいます。改めてお聞きします。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。ここはチャンスをものにすることができませんでした。ジャイアンツ2者残塁です。ため息に包まれた東京ドーム、4回終わって0対0、両チームまだ無得点です。5回の表ベイスターズの攻撃、打順は5番宮崎。先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。前の打席は打ち取りましたけど、タイミングは合ってますからね、まあここは注意していかないといけませんよね。そうですか。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で5回を迎えています。さあ里崎さん、まずは先頭バッターですよね。まあそうですね、塁に出すと余計な神経も使いますからね、出したくないですよね。そうですよ、ね、インサイド落ちました。これはどうだ、アウト、ワンアウトです。バッターは6番細川、先ほどの打席はサードゴロ、併殺打となってしまいました。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはジャイアンツがエースの菅野、そしてベイスターズが濱口、この2人の投げ合いとなっています。ファウルになります。ノーボールツーストライクです。外れてボール、外へのカーブ外れました。バッター詰まりながらもレフトへ、ここはフライになっています。これは平凡なレフトフライ、松原が掴んでツーアウト。打順は7番大和、さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね、まあタイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。そうですね。ツーアウトになっています。最初は変化球できました。引っ張った、これはサードライナー。この回ベイスターズ三者凡退です。0対0、両チームまだ無得点です。西さん、バッターも2巡目に入ってきているわけですが、まだあまりタイミングが合っていないように見えます。いかがですか。まあ今日のね、このピッチャーの出来だとなかなか難しいですよ。突破口を見出すことができるんでしょうか。2球目打ちました。ヒットになった。これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。8番バッター大城、さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね、はい、今日はバットが振れてるようですから、どんどん行ってほしいですね、はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。
まあ、牽制のうまいピッチャーですから。インサイド落ちました。これはどうか。二塁へ。二塁アウト。一塁転送アウト。ダブルプレー。ピッチャーに打順が回って先発の菅野がバッターボックスです。ピッチャーとしてもこの辺りで点が欲しいところでしょうから、当然自分のバットでと思うでしょうね。そうですね。ファウルになります。膝元をつきましたが外れました。よく見ています。緩いボールを持ってきました。フルカウントです。打ちました。これはどうだ。センターに抜けました。ランナー出ました。ジャイアンツです。ツーアウトランナー一塁。打順は1番に帰ります。バッター梶谷。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、センターフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。2球目は何で来るか。高めちょっと外れたか。アウトロー見送ってボール。次が4球目。入れてきました。2ストライク2ボールと追い込んでいます。さあ仕留められるか。インサイド。この打球はフライになっています。佐野が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。5回終わって0対0。両チームまだ無得点です。配球表をご覧いただいています。今日はストレートよりも変化球が多くなっています。東京ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。ベイスターズの攻撃。バッターボックスは8番峯井。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で6回を迎えています。インサイド落ちました。これはどうか。センターへ抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。さあ一塁に先制のランナーを許しています。そしてバッターはピッチャーの浜口。まあここは送らせるんじゃないですかね。はい。さあ送ってくるか。バントしました。取りました。セカンド送球。セカンドフォースアウト。送りバント失敗。打順はトップに帰って神里。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがショートライナーに倒れています。ランナー送りバント失敗で進めることができませんでした。ここはゴロを打たせたいですよね。そうですか。さあバッテリーどうか。2球目打ちました。ショートうまくさばいて、おっと送球がそれた。2番バッター田中。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは最後うまく裏をかいた感じでしたよね。そうですね。
ゲッツー崩れでランナー残りました。ここはクイックが得意なピッチャーなんで、ランナーは浮かずに走れないでしょうね。なるほど、そうですね。次が3球目。ファーストランナースタート。ヒットエンドラン。ここは打ち上げています。最後はセンターフライ。掴んで3アウトです。ランナー出ましたが、ベイスターズ得点には至りませんでした。0対0。両チームまだ無得点です。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏、ジャイアンツの攻撃。2番バッター、吉川。前の打席はジャストミートでしたよね。今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的にいってもいいと思いますね。期待しましょう。ジャイアンツ、得点に動きはありません。0対0で迎える6回の攻撃です。これが2球目。アウトコースへ決めました。打ちました。取った。アウト。ここは送球が間に合っています。バッターボックスには3番坂本。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。ライト方向を流しました。ライトへ打球伸びる。ライト掴んでツーアウト。4番バッター岡本。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。前の打席はピッチャーにしてやられた感じでしたね。ここは挽回したいですね。そうですね。ツーアウトになっています。さあ2球目は何か。痛烈。ショートうまくさばいて一塁送球します。判定はアウト。3アウトチェンジです。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。6回終わって0対0。両チームまだ無得点です。里崎さん、さすがの安定感でこの7回迎えています。まあそうですね、まあ、ここまでは本当に安心して見てられるような投球内容ですよね。そうですね。この終盤もピシャリと抑えることができるんでしょうか。最初は変化球持ってきました。ストライクです。ファウルになります。次もスライダーでいいんじゃないですかね。なるほど。これもファウル。追っつけて打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。牧、これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは4番佐野。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。センターへ持っていった。面白いところに飛んでいる。掴んでワンアウト。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには5番宮崎。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ワンアウトになっています。変化球打っていった。これは大きいぞ。レフトの頭上を越えた。ファーストランナーセカンドからマスを蹴った。宮崎ヒットが出ました。さあこのピンチどう対処していくか。小宮山さん、この状況どのようにご覧になってますか。三塁にランナーを置いてね、投げにくいでしょうね。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。まずはボールから入りました。
この球は外れました。内へ、これは決まった。4球目は何で来るか。アウトコース外れます。低めの変化球でカウントを稼ぎます。フルカウントです。さあバッテリーは何を選択してくるでしょうか。これは面白いところに飛んでいる。さあ先制のランナーがタッチアップ。サードランナーがホームに帰ってきました。細川きっちりと犠牲フライを決めました。先手を取られてしまいました。バッターボックスには7番大和、今日は盗塁を1つ成功させています。ジャイアンツこの回先制、引っ張った、取った、一塁を送ります。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回ベイスターズ犠牲フライで先に点を取りました。1対0、ベイスターズ先制です。さあそしてここからはラッキーセブン、ジャイアンツの攻撃に入ります。西さん、1点が遠い展開が続いていますが、この回バッターとしてはどんな対策が必要でしょうかね。まあとにかくね、ボール球に手を出さないようにして絞り球を絞って打席に入るべきですね。その対策この回で功を奏するんでしょうか。ボール、まあここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど、そうですか。これが4球目、アウトコース打ちました。これはセカンドライナー。打席には6番バッター中島。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、最後は空振り三振に倒れています。浜口、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド打ちました。取ってツーアウトです。バッターボックスには代打の亀井、ツーアウトになっています。今の球は打っていかないといけませんね。代打というのは初球からどんどん勝負していくくらいでないと監督に信頼してもらえないですからね。そうですね。ボールになります。まあ今のはよく見ましたよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。当ててしまいました。デッドボール。完全にすっぽ抜けてますね。さあこの終盤で同点のランナーを一塁に置いています。バッターは大城、そして一塁ランナーは亀井。まあここは走らせても面白いと思いますよ。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。外野が下がってますね。一塁ランナーの生還阻止を優先した体制ですね。そのようですね。打ち
のボール打っていった。ショートフライ掴んで3アウト。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。7回終わって1対0ベイスターズが1点をリードしています。ゲームは8回に入ります。ベイスターズの攻撃、バッターボックス峰井。前の打席はしっかり捉えてましたからね、ええ、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうですね。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える8回です。試合は終盤1点の攻防となりました。まあここは我慢のしどころですよね。最少失点で逆転を狙っていきたいですね。この後も集中力が必要です。2球目打ちました。このフライはどうだ、落ちるか、ライトが取りました。ワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の浜口が打席に入ります。まあ完封を目指していると思いますから代打はないですね。そうですね。最初は変化球できました。ストライクです。インコース外れてボール。外の変化球追い込んでいます。ワンボールツーストライク。さあ勝負してくるのか。見逃し三振。打順は1番に返ります。バッター神里。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。初球は際どいところに来ました。ストライクです。次が2球目。打ちました。痛烈。これはどうだ、ヒットになった。神里ヒットが出ます。ツーアウトランナー1塁。バッターボックスは2番田中。今日はまだ当たりがありません。前の打席はちょっとヒヤッとする。インサイド打ち上げました。打球は右中間へ。最後はライトフライ掴んで3アウトです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。1対0、1点リードはベイスターズです。8回の裏、この回ピッチャーからの打順でしたがジャイアンツ代打が告げられました。バッターボックスには代打のウィーラー。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える8回の攻撃です。西さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですがいかがでしょう。そうですね、まだ逆転のチャンスはありますからね。とにかく先頭バッターを出したいですよ。さあまずは先頭バッターを出していきたい。内へ持ってきましたが外れました。ボール先行です。3球目は何で来るか。ボールになります。ストライクが入りません。よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトから同点のランナーを出していきます。いやそうですね、これはねチャンスですよ。はい、そうですよね。打順はトップに帰って梶谷。今日はまだ当たりがありません。ジャイアンツ同点のランナーが出ています。初球ボール。
中途半端なバッティングで。ジャストミート、落ちた、ヒットになる。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。梶谷、これが自身本日の初ヒットになります。バッターボックス吉川、フォアボールを足がかりにチャンスを作っています。さあジャイアンツ一打逆転のチャンスです。ここはスクイズは考えられるでしょうか。そうですね、まあ、どちらかというと犠牲フライでしょうけど、奇襲としては面白いかもしれませんね。なるほど、さあどう来るか。ここは前進守備ですね、まあ、やはり行ってもやらないぞという守備体制ですね。そのようですね。外の球打った、セカンド取った、一塁アウト、ランナー三塁二塁は変わりません。繋がらなかったですね。ただ次が勝負どころで頼りになるバッターなんでね、非常に面白いと思いますよ。はい、その期待のかかる坂本が打席に入っています。ここは最低でも犠牲フライという場面ですね。内野はバックホーム体制ですね。とにかく得点は許さないつもりですね。そのようです。打ち上げた、高い打球、キャッチャーが落下点に入ります。取ってアウト、ツーアウトランナー三塁二塁となりました。さあそして打席には岡本が入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。この回で最低限同点にしないといけませんね。なるほど、そうですね。外低め決まってストライク、すぐに追い込みました。まあ、ここは際どいところも打っていかないといけませんね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。いい当たり、抜けていった、逆転のランナーも三塁を回った、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、ジャイアンツ逆転しました。2対1になりました。1点ビハインドから一気に逆転。ベイスターズ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の砂田。さあここでジャイアンツダイソーを送ります。石川がファーストランナーに入ります。5番バッター丸、ジャイアンツこの回逆転成功、攻撃は続いています。インサイド外れます。インローへ切れのある変化球が決まっています。インコース決めてきた、ワンボールツーストライクです。ファウルになります。ワンボールツーストライクです。ボールになります。見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。しかしこの回ジャイアンツ貴重な得点でリードしました。8回終わって2対1、ジャイアンツが逆転しました。9回、しびれる場面での登板となりました。最後を締めるのはもちろんこの人です。ジャイアンツの守護神デラロサ。
逃げ切りを図ります。バッターは牧。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ジャイアンツ1点リードで迎える最終回です。さあ里崎さん、引っ張った、三塁線破っていった、一塁決定、二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。さあジャイアンツピンチを迎えています。まあ一発が怖いバッターなんで、そのあたりバッテリーも警戒してくるでしょうね。うん、そうですよね。まあこの状況としては嫌な相手を迎えてますから、キャッチャーはリードには気をつけたいですね。はい、さあここを切り抜けられるでしょうか。外へのストライク、152キロ。ジャストミート、抑えてワンアウト、ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあそしてバッターボックスには宮崎が入っています。怖いバッターが続きますね。さあアウトカウントが一つ増えましたが、ピンチは続きます。まあここを抑えきれば勝利も見えてくると思いますから、ここは踏ん張りどころでしょうね。なるほど、そうですよね。これはちょっと手が出ません。いいところに飛んでいる、セカンドランナータッチアップ、2アウトランナー3塁とかあります。ランナー進めてきましたね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、コースに気をつけてストライク先行でいきたいですね。そうですね、さあ気をつけていきたい。細川が打席に入っています。2球目は何で来るか、外へ持っていきましたが入りません。これは見送ってボール。帰ってきました、ベイスターズ追いつきました、2対2、試合を振り出しに戻されてしまいました。さあここでベイスターズダイソーを送ります。ファーストランナーは宮本、長打でランナーが帰れば勝ち越しです。7番バッター大和、今日は盗塁を決めています。ジャイアンツ最終回で痛い失点、同点にされています。スライダー決まってストライク、あっという間に2ストライクです。ランナーここはスタート切りません。浅めのフライ、落ちた、ヒットになる、ライト前ヒット、これでマルチヒット。打席には8番バッター峰井。ジャイアンツこの回1点を失っています。さあ土壇場で初球打っていった、ボールを拾って1塁アウトで3アウト。しかしこの回ベイスターズ貴重な得点が入りました、2対2、ベイスターズ同点に追いつきました。9回の裏、ここでジャイアンツ代打を送ります。バッターボックスには代打の北村。
ジャイアンツ同点で迎える最後の攻撃です。西さん、最後の攻撃何としても塁に出たいですよね。まあここはね、確実に行きたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。最初は変化球できました。ボール先行です。内へ低めの変化球。サヨナラのランナー、バッターボックスには亀井。まあここはバントで確実に1点を取りに行くのがいいと。バントしました。一塁方向、ファーストが抑えた。一塁アウト、きっちりと送ってきました。ワンアウトランナー2塁です。さあジャイアンツ、一打サヨナラの絶好の場面です。まあチームは彼の長打に期待でしょうね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには大城が入っています。初球は大きな変化球、ボールになります。西さん、この大城対左ピッチャーはどうなんでしょう。左に弱い傾向はありますね。まあ左バッターですからね。そうですか。切れそうだ。スタンド、ファウルボール。低めは外れました。平行カウント、インサイド打った、高いバウンド、ファースト取った、一塁へ、一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。まあなんとか進塁打になりましたね。さあそしてこのチャンスで打席には9番のウィーラーが入っています。いいところに決めましたね。アウトコース際どいところ、変化球が決まっています。改めてお聞きしますが、バッターボックスのウィーラー、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあそうですね、状況によって変わりますが、もともとは一発を狙った思い切りのいいバッティングをしてくるバッターですね。そうですか。今度も外、バットが出てしまいました。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくちゃ。ジャイアンツがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。西さん、やはりサヨナラ勝ちというのは勝利の味も一味違うものですか。そうなんですね。サヨナラ勝ちが多いチームというのはやはりそのシーズン、優勝する確率も高いんですよね。そうなんですか。やはり乗っていけるんでしょうね。勝ったジャイアンツ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方の DeNA ベイスターズですが、惜しくも敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。